姫路にエースハリマ・アルビオンあり始まりました姫路市を拠点に日本女子サッカーリーグ2部所属エースハリマ・アルビオンがお届けいたしますスポーツ番組のようでアスリート本音ぼやき番組姫路にエースハリマ・アルビオンありこの番組は三木工業 JA バンク兵庫 バンシュー信用金庫、ハリマ共和物産、ヤマト工業、アース製薬、サワメッキ、以上スポンサー七社の協賛でお送りいたします。アルビオニュース。ねえちい朝ゆめっきりとね過ごしやすくなりましたね。はい、さあ明日十八日日曜日。 千葉県鴨川市陸上競技場にてお昼の1時13時からオルカ鴨川 fc と戦います夏のねあの悔しい思い出よみがえりますよね。悔、はい、<う>悔しい悔しいねねもうなんんでやねんっていう言葉がね本当に何十回何百回と出ましたけれどもねまあこの話はまた後ほどということで今回の選手は。 このお二人でーす。パフパフー、エースハリマ、アルビオンの守護神。では自己紹介をお願いいたします。はい。背番号一番、ゴールキーパーの、田谷は美です。はい、出身は、茨城県出身で。えハリマ、ーの、所属歴は、二年です。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いて、はい。はい。背番号二十一番、ゴールキーパーの、垣内愛菜です。 出身は兵庫県です春と同じく春馬歴2年になりますはーいありがとうございますまあ二人ともねとてもねあの本当に愛らしいというかねかっこいいですよねこのねアイナはちょっと別としてあの春美 <laughs> は,はやっぱかっこいいよねかっこいい 声もね、なんか真正面にいるとなんかキュンってなっちゃう。目がキュンってなっちゃう。<ー>もうアイナは、<laughs> はいってなっちゃう。はいってどういうことですか <laughs> <laughs> やかわいい <laughs> っていうことです。いいはい。じゃあ、いつものコーナーいっちゃいましょうか。はい。聞く,聞く聞いちゃうコーナーということで、リスナーやサポーター、スポンサーの皆様の声を代弁して、チーがズカズカと聞いちゃうコーナーです。はい。まず お二人に今年のイヤーブックの撮影はいかがでしたか <laughs> ごめん笑いが出てまどうぞ <laughs> じゃあタヤ選手からお願いしますいや最初に撮影の場所行った時に何されるんかと思ってドキドキしてそしたらなんか前の撮影してる人たちがすごい衣装着たりしててこれ同じの着させられるんかってちょっとびっくりして構えてたんですけど意外と こうナチュラルな格好だったんでよかったと思ってちょっと一安心したの覚えてます。<laughs> <laughs> ちなみに前の選手は誰でしたっけ？えっと増田レナ選手と日向選手が<ー> <laughs> ノリ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 でやって <laughs> あの昭和っていう感じの、はい、なんかお見合いの <laughs> ワンピースっていうね。 そうあの二人もねのりのりであ<れ>あそうなんやでもねあのすごいダンディーなイメージであのブレスレット真珠のねブレスレットのあ,<ー>あれもすごく似合ってましたよね、うんはい、かっこよかった <laughs> ありがとうございます <laughs> ごめん目が覆った,かかった <laughs> じゃあアイネチュアンはい聞きたい <laughs> えっと撮影は二番目だったんですけどうん 衣装を渡された時にピンクのワンピースを渡されまして <laughs>、はい、これを着るのかって思ってちょっと半抜きになったのてます <laughs> そしたら<何>コスプレと思ってやってって言われたらもう一気に吹っ切れてちょっと楽しめました。うん、であのアイナちゃんが着てる服ねあのフリルのやつなんですけど、うん、あれ一着いくらやと思う 高いんちゃう。うん、すごいあれメーカー物で世界に一点しかない。え、あいなちゃん。あいなすごいの着た。世界に一点。染め物であの色もあの本当にあの一色しかないっていう色のあれで。何十万ドルじゃん。今で言うと換算するとそれぐらい。え、あいなすごいの着たな。そう。だから出すときに一瞬どうしようって迷うだけど、あの服を着たときにあい の顔が浮かんだのよああ似合っとんだもん似合ってたよね似合ってた和田あきって言われるん<笑><笑>みんな言うてる <laughs> それはそれは立ち方がああよっしゃみたいなあのゴールキーパーをやってるような立ち方をするから言われたんよ <laughs> なるほど、ね、もっと着こなした方が良かった、ね、いやでも着こなしてたかわいいかわいい <laughs>、はい、だからねあの服は私が着てでうちの姪っ子たちが着てってでまた私どこに戻ってきて っていう感じだったんですよ。だからもうもったいなくて捨てられた。いいのよいいのよ聞こなしてくれてたから。いはい。じゃあねあのそれぞれの感想を聞きました。それではじゃ続いてお願いいたします、はい。いきます。お二人ともゴールキーパーですがシュートとか選手が飛び込んできたりとかも見ててもこっちがヒヤヒヤするんですけど、うん、怖くないんですか？うん慣れます。 最初はめっちゃ怖かっったです <laughs> 最初って何年ぐらい前、えー、始めた当初あ。でも2人とも最初はフィールドなんで、ね、ゴールキーパーじゃなかったものね小さい時からっていう。はい、よくよくやれるよねでも。う ね、なって先ほどもあのギャビックさんからの「二、はい、人への」っていう形で使ってくださいっていうことでねなんかいろいろ手袋じゃなくてグローブですけど <laughs> グローブをね私初めて間近で見て初めて触らせてもらって初めてはめたけどうまく指が入らない <laughs> ねあれもう自然とああいうもうなってるんやね、はい、なんか3人みたいな感じ。うん えってわかるかな？なかかいや聞いてある人わかります？あのね五本の指なんですけれどもどうしても一本のところで二本の指が入るんです。ならない。私もう嘘やと思ってはめたのなりました。<laughs> <それ S 1> えだから一瞬指の数数えたもんグローブの指の数六本あるえ何本四本えと思いましたもん。いやでもあの自然ともパーになる感じ。 あ,あれをしていると開くし手のひらがこう伸ばせられない、うん、っていうかもう自然とボールを掴む確かになんか手袋の形になっててあれが初めてもうちょっとねすごいギャビックさんありがとうございますもうね <laughs> 2>, 2人の選手はねつけてまたね写真ジャンジャンと撮っていきたいと思いますけれどもね、はい、いやーで怖くないですか今は <laughs> 怖さはないんか怖がってたら逆に怪我しちゃう場面とかも多分あるので遠慮しないでいくから怪我しなくて済んだっていう逆にそういうパターンもあるのでこ,うこっちが遠慮してガッていかないとそのままこう接触しちゃう場面とかもあって逆にこう思いっきりガーンっていくからそのままこう相手が 自分らをこう飛び越えてくれたりとかっていう場面もあるので確かにあるある私ねハルミの、ね、すごいイメージをってね PK にね強いゴールキーパー。うん、いや うん、もう絶対止める、ででね、絶対止める、いや去年止めてたよね。<laughs> めっちゃ止めてました。ね<え>、はい、ほぼ止めてたでしょう。そうですね。でもどんだけ PK 多いんやって <laughs> <laughs> ドキドキするんでやめてほしいですね。<laughs> <laughs> いやそれはあのディフェンスに言ってください。<laughs> はい、そうします。いやいやもうでも本当にあの一、ー、対一ってあれほど緊張するものってないでしょ。うん、アイナはどう？ 自分は b. k 苦手です。<laughs> <laughs> なんとなくわかる。<laughs> だって、あの、あれでしょボールを蹴る瞬間を見ないと動けないんでしょそうですね。うん、だから、読めない、よ、よ、読みが分かってても、動けないんだって。<ー>だから、絶対、瞬発力のあれがいるよね。うん、そうですね。だから、すごいでしょ。で、アイナは、なんか怖いなとかと思った時、ある。近場で。思いっきり蹴られるのは、ちょっとビビるんですけど。うん 蹴られるくらいだったらもう足元に突っ込んだ方が怖くないんで、もう突っ込みます。あそうなんや。はい、<laughs> じゃあそれではねここでねタイヤハルミ選手のおすすめの曲を一曲ご紹介していただけたらと思いますのでお願いいたします。はい、えっと紹介する曲は BTS のダイナマイトという曲です。 まあ、あの守護神と呼ばれているはるみ選手アイナ選手、まあ、今の若い人たちに向けてそのがむしゃらにみんなボールを追いかけてるじゃない、うん、その時のどういう感情でやってるその強さっていうのかな無我夢中っていうのかな今の自分たちの生き方をこうちょっと言ってほしいなこういう気持ちで今やってますみたいな。 一つのポジションしかないんでやっぱ出れる機会も限られてるし、うん、っていう中で、まあ、田淵さんもよく言うんですけど自信はいいけど過信はするなってよくおっしゃってるんですけどあ<ー>まあそれに近いかなってなんかこう自信はすごい持ってやっぱりみんなにまあゴールの最後のまあ砦って言ったらあれですけど。うん こう自分に自信がないとやっぱり来るボール来る相手に対してこう圧をかけたりこうプレッシャーをかけたりもできないと思うんでそこに関してはもうまあ試合に立った時は自分が一番うまいんだ今日は自分はできるぞっていう気持ちでいつも試合にこうピッチに立つっていうのはずっと思ってて。それ こう自信がないと味方にも声掛けできないんで、怒る時も褒める時も。ああねうん、っていうのはすごく、まあ意識し,してます。ピッチで立つ時も、まあ練習もそうですけど。うん、自信を持つのはすごく大事かなって思います。そうよね。自信を持つっていうことと、その意識をするっていうことよね。うん。今自分が何に向かって進んでいるのか、何をしているのかっていうことに、一つ一つ自信を持って。 で、あのやりこなしていくっていうかね。さあ、えー、それではね、番組のあの締めくくりといたしまして、田谷ハリミ選手から、えー、リスナーやサポーター、そしてエースハリマアルビエンを支えてくださってます地元企業の皆様に向けてメッセージを一言お願いいたします。はい、いつも温かく応援していただきありがとうございます。と残り5試合となりましたが、一つでも多く。 価値いい報告をできるようにチーム全員で頑張っていきますのでこれからも応援よろしくお願いいたします。 ああ、田谷選手、ありがとうございます。ましたメッセージもかっこええ。本当 <laughs> ね。次回ハ播磨の守護神、参上パート2をお届けいたします。ね、次回はさ、はい、もっともっと、なんかこういろんなこと。もっとちょっと、アイラがさ、あんまり触らへんから、<laughs> ちょっとアイラが。<laughs> あの、話せる質問をしようね。わ、うん、かりました。はい、さあ、それでは、皆さんの代わりに、また聞いちゃいますので、どうぞ、お楽しみに。 姫路にエースハリマ・アルビオンあり、この番組は三木工業 JA バンク兵庫番主信用金庫播磨共和物産大和工業アース製薬沢メッキ以上スポンサー7社の協賛でお送りいたしました。